無職独身50代友達尊重よろしくお願いいたします。やっぱ年ですね。年、腰が痛くてですね、でちょっと重いものを持ち上げようとしたんですよ。そしたらゴビッときて、今日腰が痛すぎて外出てないですね。それで、あのワントラムっていう薬があるんですよ。こういう、これまあまあおすすめじゃないですよ、当然処方される薬なんですけれども、こういうワントラムっていう薬があって、でこれ慢性疼痛に当然効くんですけど、眼性疼痛にも効くような強い痛み止めなんですよね。これを飲んでやっとちょっと収まってるっていう感じですね。かなり痛いですね。年取ってる、回復も遅いですからね。ちょっと当分は安静にしようかなと思ってます。まあどっかキャンピングカーで行きたいですけどね、まあそれはいいんですけど、今日はですね、またまた友人から、話の長い友人から電話かかってきたんですよ。長い友人から。で私も切るタイミングがなかなか分からずにですね、1時間半ですね電話してましたね。腰が痛いのにもう精神的にも結構きましたね。ちょっともうそろそろ長いからギブアップだわって言って切りましたけどね。あ、ごめんごめんって言って。それでその友人がですね、友人に言われたんですよね。お前はファイヤーだからいいよなって、気楽でのんびりしていいなって、羨ましいよって言われたんですよ。まあ羨ましいって言われることに関してはありがたいですよ、ありがたいです。羨ましくない状況なんですけどね、ありがたいんですけれども、いや決して私はファイヤーじゃないんですよね。でファイヤーってファイナンシャルインディペンデンス、そしてアーリー、あ、リタイアメントアーリーか、FIRE だからファイナンシャルインディペンデンス、それでリタイアアーリーですよね。で要はリタイアアーリーですから早期退職、これは当然私言えるんですけれども、このファイナンシャルインディペンデンス、経済的に自立してるかどうか、ここはちょっと違うんですよね、私はね。私は、で一般的にファイヤーってアメリカで10年ぐらい前ですかね、言われ始めて、で日本でも流行り始めましたよね。アメリカの 20、30代の若い方がその経済的に自立して、まあ、資産運用して、生活していこうっていう考えだと思うんですけれども、私は本当に違うんですよね。でなぜかと申しましたら、本当にファイヤーっていうのは巨額なお金があってからこそ成り立つと私は思ってるんですよ。実際そうだと思うんですよ。でその資産運用、よくファイヤーされる方いらっしゃいますけれども、お金いっぱい持ってて、で資産運用した上でそれを生活費に毎年当てていくわけですけれども、それにはですね、少なくともですね1億以上は必要だと思いますよ。でその理由が、まあ、個人的に考えるだけですよ。これ間違ってるかもしれないんですけれども、基本的にその資産運用自体は私 3% ぐらい毎年一生できたら万々歳だと思ってるんですよ。それで例えば1億円あって 3% でしたら毎年300万円あるわけですよね、利益が。まあここから税金取られますけれども、まあ、300万円利益があるっていうことは、まあ2、300万で人間は十分生活できますから、私それもまあ体験してますから、2、300万あれば生活できるっていうことで、それだったらファイアできると思うんですよ。着実に毎年 3% の利益を上げるっていう形でしたら。ただですよ、今回のような、まあ、ウクライナ侵攻とかいろんな状況があって、株も上下しますし、で、為替も上下しますよね。こういう不安定な中で、常に 3% 以上っていうのは、3% っていうのは厳しいと思うんですよね。で、よくですね、その、投資で生活するっていう方もいらっしゃるんですけど、私の友達で結構周り多いんですよ。投資で生活するっていう人間が多いんですけれども、実際、まあ、トータルで見た場合は、まあ、単年度では 10% とか 20% で、すごい人間は 30-40% 利益上げてるんですけれども、ここ5年間で鳴らしたら、やはりですね、10% 未満というのがほとんどなんですよね。で、それも成功してる、
その投資を専門にやって着実に利益を上げられる能力のある友人なんですけど、その友人でも 10% 未満なんですよ。だいたい平均で 5% 未満という感じですね。ですから私みたいな素人がですね、ファイヤーするぞファイヤーっていう風に言って、こうやって自分の今のちっぽけな資金の中でその資産運用するって言っても、まあ、現実的じゃないですね。ですからその友達、今日電話あった友達にも言ったんですけども、自分も決してファイヤーじゃないって、ただの無職だって言ったんですよ。でただの無職で貯金の切り崩しで生活してるだけだよっていうふうには言ったんですけれども、あそうなんだって、だったら結構苦しいよねっていうふうにはその友人は言ってましたね。まあ私今は苦しくないんですけれども、長い目、人生長いですよね。100年時代って言っても、まあ私100年は生きないと思うので、まあせいぜい70ぐらいですかね。体悪いんで、本当体悪いんですよ。で70ぐらいって考えましたら、まあなんとかいけるかなっていうくらいなんですけれども、それでも危ないですよ。これから起業してお金を使ったり、で健康害して入院したり、いろいろしたらお金いりますから、ですからもう本当かなり危険ですね。で実際ファイヤーの話戻しますけれども、その資産運用って言っても、そのギャンブル的に株とかそこでその利益を上げて生活するっていうのが、私ファイヤーじゃないと思ってるんですよね。ある程度億単位のお金があって、そして着実に運用するような形で、まあ株も運用ですけど、運用するような形で着実に 3% 以上取れるっていう能力のある方、そしてそれを一生できる人がやるべきものがファイヤーだと私は思ってるんですよね。実際ですよ、今のこの超低金利の世の中、厳しいですよね。ファイヤーはお金預けてるだけだったら全然プラスになりませんし、普通預金の金利ってもう都市銀行でしたら、まあ地方銀行ちょっと高いですけど、都市銀行でしたら 0.001% ですよ。それで例えば定期預金があるじゃないかって言われても、まあ10年ものの定期預金にしても 0.002% ぐらいですからね、都市銀行は。で地方銀行だったら高くにはいっぱいありますけれども、まあそれはリスクありますよね。だからあくまでも都市銀の、まあ、話ってことになりますけれども、昔みたいに高金利でしたらそれなりに預けてその分で生活できたと思うんですよね、数億円持ってる人は。だから私みたいな人間はもうそういう生き方できませんし、ましてやですねファイヤーみたいに、まあ 3% 以上、まあ基準が 3% って私は思ってるんですけれども、 3% 以上の利益を着実に上げていく能力もありませんから、少なくとも私はファイヤーじゃないですね。今日はですね、ちょっと友人のこの長い電話でファイヤーいいねって言われたんですけれども、決して私はファイヤーじゃないよっていうことをお話しさせていただいたんですよね。で、まあ、ただの無職だっていうことと、まあ、これから起業頑張るけど今実は停滞してるんだわっていうことで、あそうなんだっていう話になりましたね。まあこれから一生懸命、まあこのモチベーションを保ちつつやればなんとかなると思ってるので、まあ頑張っていこうかなとは思っています。モチベーション落ちつつありますけどね、維持しますから。本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。無職独身50代ともでした。失礼します。ファイヤー恨ましいですよ本当は。